ありがとうございます。京都大学のパクルと申します。よろしくお願いします。数理化学と計算化学の融合によるナノ構造体の設計技術について少し説明させていただきたいと思います。まずちょっと自己紹介です。みんな分かると思いますけど、僕日本人ではないんです。ニュージーランド人です。2010年、ニュージーランドの大学卒業して、専攻は化学で、副専攻は統計学でした。でその後に京都大学に来て、京都大学理学部ですね、JSPS ポストクとして勤めました。量子力学とかそういうマニアックなことを研究しました。でその後に東北大学に連れて助教として勤めていました。その時に材料化学の世界へ入りました。で2014年ですね、 JST 先駆け数学共同領域に採択されて、で2016年のほぼ3年間半前ぐらいに京都大学に戻って、今 iSEMS というところで勤めております。じゃあ近畿について少し説明させていただきたいと思います。2つの柱があります。1つは理論化学ですね、特に第一原理計算という方法です。もう1つの柱は応用数学、特に確率論、統計学、機械学習とかそういうことです。この2つの武器によって理論空洞材料化学というパラダイムを目指しております。もう少し具体的に説明します。課題、2つの課題を研究しております。1つ目は材料の構造の要則と制御。もう1つは材料の機能のデザインと制御でございます。で、対象となる材料は2つあります。1つは有機半導体。有機半導体だけではないです。いろんな半導体研究しています。もう1つはナノ構造体というものです。有機半導体ですね、どっちかと言いますと、近い未来のための材料ですね。10年後、15年後のための材料ですね。ナノ構造体は、後にもう少し説明しますけど、どっちかと言いますと、遠い未来のための材料ですね。微小な電子配線とか、ナノテクノロジーとか、そのための材料でございます。じゃあ、ナノ構造体について、もう少し説明します。この実験ご覧ください。ナノ構造体の形成実験でございます。超真空分子蒸着実験。この実験ではすごい真空の中で金属表面が置いてます。でその表面に分子が蒸着されます。で分子が蒸着される後に相互作用によって集合します。その集合体はナノ構造体と呼ばれます。この過程は分子自己組織化と呼ばれます。これは実際の例ですね。この分子を金属銅に蒸着すると、このなんていう円に似ているナノ構造体が形成されます。これは実際の顕微鏡の画像です。実際の様子です。もう一つの例ですね。この分子を蒸着すると、このナノ構造体が形成されます。ナノ構造体というか、谷層ですね。分子薄膜。もう一つの例、この分子を蒸着すると、このナノ構造体、鎖に似ているナノ構造体が形成されます。でポイントですね、分子によって全く違うナノ構造体を形成することが可能でございます。また、従来、金属表面への蒸着に利用される分子の選択は完全に経験に基づいています。例えば、このナノ構造体が欲しいなと思っているときに、どんな分子を蒸着すればいいか、それを予測できる理論はないんですよ。この超真空分子蒸着実験についてもう少し説明させていただきたいと思います。実は、僕、試してみますよ。試してみてみますよ。予算すごい頑張って集めて、この機械を購入しました。この実験はしんどいですよ。めっちゃしんどい。4つのステップあるんですよ。まずは真空を破壊して蒸着物となる化合物を入れること。その後に超真空状態を回復する必要があります。うまくいけば4日間ぐらいかかります。
その後に金属表面の準備する必要があります。金属表面に分子とかいろんなものが吸着しています。温泉物ですね。それを出す必要があります。うまくいけば2日間ぐらいです。あとに化合物の消化温度を見つける必要があります。うまくいけば、これ一番簡単ですね。うまくいけば1日間でできます。最後、やっと化合物を蒸着して操作トンネル顕微鏡でナノ構造体を観測することです。うまくいけば、本当にうまくいけば2日間ぐらいかかります。ということで、この分子は何を形成するか確認するにはほぼ1週間以上かかります。1週間以上。また蒸着物をうまく選べないと目標となるナノ構造が形成しないんです。ということで、このしんどい過程をもう一回やらないといけないんですね。何回やらないといけないんです。こうした中、この未来像を考えております。この未来像ですね、計算機上のナノ構造体設計という未来像です。完全に計算機ですね。これをご覧ください。この計算機は蒸着分子を設計します。で、この計算機は何が形成するかを予測します。で、もし欲しいものと違うものが予測されれば、機械学習によってこの分子の構造が調整されます。で、もう一回予測して、で、このサイクルを反復すると、欲しいものが形成できる分子が出てきます。こういう未来像ですね。まあ、これできれば、まあ、もちろん新技術になると思いますけど、実はですね、まず2つの展開が必要です。2つの展開。1つ目はナノ構造体とその形成確率を予測できる理論が必要です。このためですね、2番目のステップのため。また蒸着分子を調整設計できる機械学習ですね、3番目のステップのための機械学習が必要でございます。私の先書きの研究で、この A と B について、この発展について少し進みましたよ。少し進みました。今日はこの発展について説明させていただきたいと思います。まずはナノ構造体を予測できる理論について説明させていただきたいと思います。まずナノ構造体の予測とは、まあ、簡単に説明します。ご覧ください。この真ん中にサーチスペースというものがあります。まあ、探索空間として考えられます。この中にたくさんの点が入っていますね。これは広報構造に対応します。ということで、たくさんの広報構造、たくさんの点が入っています。で、この点について形成確率がこのように定義されております。まあ、統計力学の定義ですけど。で、このサーチスペースの中で、最適な構造が存在します。まあ、何だろう、形成確率、これを最大にする広報構造です。ということで、ナノ構造体の要素とは、サーチスペースを探索して最適な構造を見つけることです。これを見る限り、この簡単な図を見る限りは、何が難しいか、何があかんか分かんないんですね。実はめっちゃ難しいですよ、これ。簡単に説明します。すごいスペシャルケース考えましょう。分子2個だけが蒸着されているケースですね。この場合ですね、まあ、いいパソコンでいい計算機でこの形成確率を簡単に計算できます。まあ、簡単というか、ソフトウェアで計算できます。簡単ですけど時間かかるんですよ。一つの広報構造にはほぼ12時間ぐらいかかります。また、まあ、広報構造何個ぐらい考えないといけないか、まあ、いろんな近似を導入すると、分子2個の場合ならほぼ480個の広報構造がサーチスペースに入っていると分かります。ということで、ナノ構造体の要素はどのくらいの時間かかるか、簡単に計算しましょう。執行錯誤による平均時間、まあ、このように計算できます。まあ、ほぼ120日間ぐらいかかると分かります。4ヶ月間ぐらい。あ、長いけど待てる時間ですね。待てる時間です。それ分子2個の場合ですね。分子3個の場合なら7500日間かかるんですよ。ほぼ20年間です。待てない時間です。待てない時間です。分子3個の場合ですね、4個、10個、100個、
僕は計算できないんですよ。それ計算できないんです。まあ、膨大な数値になると思います。ということで、形成確率、ということで、ナノ構造体要素を行えるには、形成確率の加速化、また執行錯誤より賢い探索方法が必要でございます。私はですね、この問題に対して、ガマモデルという理論的方法を作りました。まあ、ここは詳しく説明できないんですけど、2つの特徴があります。1つ目は、ナノ構造体の対称性によって、サーチスペースの短縮者ということです。この対称性をうまく活用すると、このサーチスペースを劇的に小さくすることができます。もう一つの例ですね。この形成確率を計算するときに、例データに参考します。例データに参考しながら計算すると、計算時間を劇的に減らすことができます。この2つの特徴によって、ナノ構造体要素が可能になります。じゃあ、どんな要素が出るのか、ご覧ください。ガマモデルによる、この分子がこのナノ構造体を形成します。で、ほら、実験とすごいやってるんです。鎖ですね。で、計算時間はどのぐらいか。まあ、10個の分子の場合、最大2ヶ月間ぐらいかかります。長いけど待ってる時間です。待ってる時間です。20年間、100年間より早いです。もう一つの例ですね。まあ、前とほぼ同じ分子ですけど、このところだけ買いました。で、このナノ構造体が予測された。まあ、実験と近いですね。無秩序のものとが予測されました。で、この例もあります。いろんな分子でその分子が形成するナノ構造体。ポイントですね。ナノ構造体を予測できる理論に成功しました。じゃあ次です。新技術の説明のパート B、機械学習ですね。長着分子を調整、設計できる機械学習について説明させていただきます。まずはなぜ機械学習が必要のか。もしこのガマモデルが望ましいナノ構造と違うものを予測してしまうとどうする、まあ、もちろん化学者の洞察力によって新しい分子を新たに設計できますけど、このサイクルを自動的に実行するには AI が必要ですね。AI が必要。そういう時に機械学習が必要となります。我々が開発した機械学習についてですね、あまり詳しく説明できないんですけど、アイデアだけですね。アイデアだけ。まず、望ましいナノ構造にとって必要なパーツを形成できる静着分子を特定することはどういうことですね。もし、このものを望んだら、必ずこの青いところを形成しないといけないんですね。必ず、これは必要なパーツとなります。で、このように、集合できる分子はこちらです。そして、この分子の共通特性を機械学習によって抽出します。この場合ですね、電気陰性が重要と分かります。その後に、電気陰性を強く示す分子を機械学習によって提案します。その分子はサイクルの次の分子となります。ということで、ナノ構造体設計の全体のサイクルはこのようになりますよ。サイクルをやる前に、ガマモデルでいろんなシミュレーションやります。いろんな分子に対して何が形成するか。このシミュレーションが、これは機械学習のためのデータとなります。その後にこのサイクルを実行できます。じゃあ、何が出ますか。ご覧ください。これ例ですね。もし、例えばですね、このものが欲しいときに、どんな分子がいいか、何を静着すればよいか、まあ、そのサイクルを実行したら、この分子でいいですよと予測されます。まあ、まだ論文書いてないので、これ秘密ですね。隠しています。このガマモデルによると、この分子はこのものを形成します。まあ、近いですよ。このところを覗いたら、中心部だけ見たら近いですよ。このようにきれいに並んでいます。
ということで、望ましいナノ構造体と近いものが予測されました。またちなみにですね、この分子を確認特定するにはどのくらいの時間かかるか、まあ、ほぼ2ヶ月間ぐらいです。長いけど待ってる時間です。待ってる時間です。じゃあまとめです。計算機上のナノ構造設計です。まあ、前に説明しましたけど、ナノ構造体予測と機械学習によってナノ構造体設計へ進んでおり、予備的な技術も出てきました。我々は計算空洞ナノ構造体設計というパラダイムを狙っております。じゃあ最後ですね、企業への期待について少し述べたいと思います。なぜこの新技術説明会に来られましたか。まずはですね、計算機上のナノ構造体設計というのは企業の方にとって価値があるか、どのような応用があるか、どのようなブレイクスルーにつなげていくか、僕は全く分からないんですよ。まあ、アカデミックなことは分かるけど、企業にとって価値があるか教えてください。また今日あまり説明しなかったけど、今の理論はちょっと限られていますよ。適用範囲は狭いです。研究が進んでいますけど、適用範囲をどのように拡大すればよいか、これからの研究方向性どうやって調整するか教えてください。また実験検証ですね、まあ、僕は実験やろうとしていますけど難しいですよ。僕は理論数学の方です。特に操作トンネル顕微鏡、超真空蒸着うまくできる人がいれば教えてください。で、産学連携、共同研究は大歓迎なので、アイデアや提案があったらどうぞ遠慮なく教えてください。僕ではなくて京都大学の藤井様に連絡してください。藤井様 の、 連絡先はこちらです。じゃあ以上です。ご清聴ありがとうございました。